NGC4449 は、両剣座の不規則銀河であるが、マゼラン渦巻銀河に似た構造を持つ銀河である。1200万光年彼方に位置し、銀河系を含む局所銀河群に比較的近い銀河群である、M94 銀河群の一員である。この銀河は、銀河系の共銀河である大マゼラン雲と似た大きさであるが、暗く小さい。 NGC4449 は、大マゼラン雲でも、特徴的な若い青色の星団を散りばめた、某構造を持つ。星形成の割合の高さから NGC4449 は、スターバースト銀河ではないかと考えられており、大質量で若い恒星の多い超星団をいくつか含み、そのうち一つは銀河の中心にある。 写真の水素原子ガスのピンク色の輝きは大規模な保守形成領域の形跡となっている。NGC4449 は四直径75秒に広がる中性水素原子の層に囲まれている。この層は付近の銀河による相互作用を受けて歪みが起こっていることを示している。また近くの銀河との相互作用は NGC4449 での保守形成に。 影響を与えたと考えられており、2012年には、この銀河と、相互作用をしている二つの矮小銀河が発見された。NGC4449 は、表面軌道が低いため NGC4449 のハローと、同質量の矮小大円体銀河が隠れているが、NGC4449 の5倍から10倍もの、ダークマターが存在する。また、破壊された。 球状星団があり、ガスの豊富な銀河の中心核から生まれた恒星が、剥ぎ取られて、超赤を伴っている。両とも銀河は、見かけ上、NGC4449 によって見えず、衝突、合体の段階にある。ありがとうございます。